2019明治安田生命 J2 リーグ第9節徳島ヴォルティス対愛媛 FC、 今回で31回目を迎えた四国ダービーの模様をお伝えします。桜も散り始め、春も本格化する中ではありますが、今日も鳴門はあいにくの天気となりました。では徳島のフォーメーションを見ていきましょう。キーパーは梶川です。最終ライン今日は4バック、左に内田優斗に代わって田向が入ります。4試合ぶり怪我からの復帰です。では変わってアウェー愛媛 FC です。こちらはシステムは変わらず 3-4-3 です。ここは徳島、左サイド岸本、中には野村がいる。岸本仕掛けてクロス送った、ニアサイド押し込めるか。最後野村の足元というところでした。最後は、ね、岸本の、ね、仕掛けからでしたね。左に展開して下川、ペナルティエリアの中にはスッと選手が上がっていく。下川仕掛けたクロス送った、うん、藤本ヒールで落とす。岸本から下げて内田光平、清武ターンから前を見て野村、岸本が前に動き出す。その岸本へのスルーパスだ、どうだ、倒れて笛はありません。ペナルティエリアの中でした。ここは狭いところ、中のスペースで神谷が受ける。ドリブルで前に出て右に預けた長沼、長沼から戻して神谷、神谷のシュート、しかしキーパー梶川の正面でした。枠を捉えていました神谷のシュート。さあ高い位置で3対3になる。野村が持って、野村のシュート、ポスト清武、これは枠のわずかに外。徳島の狙いですよね、はい、うまく中盤で引っ掛けた後ですけどね、ここですね、野村から清武も見ながらですね、シュートとパスの両方の選択の中からね、最後はシュートでしたよね。藤本から神谷へ、神谷から左に展開して下川、もう一度神谷が受けます。中からシュート、思い切りよく狙っていきましたが、これは枠の右。大きく曲げてきて内だ、しかし枠を捉えきらず、叩きつけたボールでしたが内田光平、枠のわずかに上です。藤本ポスト、自ら前を向く、仕掛けて倒れて、これフリーキックを得ます。いや、今のシーン見てましても決して体の大きいタイプじゃないんですけどもね。そうですね、素晴らしいプレーでしたね。サインを藤本を倒したのは岩尾です。当然徳島の選手は全員ペナルティエリア内。神谷か前野か、右なら神谷、左なら前野。神谷が来た、先制愛媛、背番号10番の仕事、今シーズン初のフリーキックからの得点は神谷、鮮やかな弾道を描いて最後はクロスバーをかすめて徳島のゴールネットを揺らしました。完璧ですよね。佐藤狙った、うん、バイス落とす、佐藤収めた、スルーパス押したにシュート、追いついた徳島、またしても土壇場の同点弾、
バイス佐藤とつないで最後は押したり、押したりはこれが移籍後初ゴールとなりました。右サイドから藤田シンプルに入れて、面白い中で押したりからワンタッチでバイス、さあ裏に抜けた、バイスのシュート、サイドネット立て続けにチャンスシーンがやってきますが、そうですね、このサイドから入れるボール素晴らしかったですね、大きく下げて、そして試合終了の笛、仕留めきれず徳島1対1、追いつくところまではこぎつけましたが逆転とはなりませんでした。